ピクミン4来たよ、ってきたです。さあ今回からですね、ピクミン4をプレイしていきたいと思います。はい。ちょっとね、あんま発売からはちょっと遅れちゃったんですけど、今回からこのピクミン、皆さんピクミン好きでしょ？ピクミン大好きでしょ？私もね、ピクミン大好きすぎて、なんか今回、ピクミン4から登場する、このオッチン。オッチンっていう名前の、なんか犬のキャラクターが出るみたいで、私的と、このオッチン、肩に乗せて、大冒険していこうと思います。で、私的と、もうピクミン1か2ぐらいを、もうめっちゃ昔にやってて、で、そっから結構経ったんで、もう青ピクミン、赤ピクミン、黄ピクミンぐらいしかわかりません。なんでね、今回このピクミン4実況で、まあ、もしね、こう、できたかわかんないモンスターが出てきたりとか、こういう、このピクミンは、こういう使い方ができるんだよ、みたいなアドバイスがあったら、ぜひね、コメント欄で、こう、教えてください。ピクミン全く知らないよって人もね、私的とと一緒に、大冒険していきましょう。というわけで、この動画を始める前に、私デキトのピクミン4実況、楽しみだなと思ってくれる方は、グッドボタン、よろしくお願いします。そして、パート2、パート3と続いていくので、チャンネル登録も忘れずによろしく。まあ、オッチンがこんな声かは知りませんけど、よし、とりあえず、ピクミン4、やっていきましょう。デキトチャンネル。ストーリー、段取りバトル。まあ、ストーリーをね、ちょっと今回中心にやっていきましょう。なんか真ん中にいるよ？何これ？なんか見たことあるな、こいつ。これ確か火吹くんだよね。こいつめっちゃ強い気がする。じゃあ、ストーリー、遊んでいきましょう。このゲームは自動でセーブが行われます。なるほど。じゃあ、わざわざセーブしなくてもいいんだ。オーケー。来た。何人で遊びますか？一人で。すいません。ちょっと二人で遊ぶ友達がいないんで。でもみんなが友達だからね。まあ、一人で今回遊んでいきましょう。すげえ、ピクミンが歩いてる、かわいい。このピクミン歩いてるだけでかわいくない？しかも敵とカラーだ、かわいい。お、来たか。お、来た。お、どうしたん？私はキャプテンオリマー。ビントビント宇宙船ドルフィン号の船長だ。なるほど。これは私が未知の星に墜落して救助されるまでの話である。墜落しちゃうんだ。お大事に。お大事に。ああ、オリマーがぶっ倒れてる。目覚めた時、宇宙船はパーツが飛び散りバラバラになっていた。このままでは家族のもとへ帰れない。あ、オリマー家族がいるんだ。途方に暮れていると、お、お、これピクミンの巣みたいなやつだ。お、あら、ピクミンの種だ。やっ、やっほー。やっほーって出てきた。お、抜いた。そう、こうやってオリマーが抜くとピクミンが出てくるんだよね。不思議な生き物、ピクミンに出会った。ピクミンかわいいね。お、ピクミンには物を運ぶ習性があり。投げ方すごいな。宇宙船パーツを運ぶのを手伝ってくれた。なるほど。あ、来た。しばらくしてまた不思議な生き物に出会った。こいつか。弱っていたそいつに、お前弱ってたんか。大丈夫か。食べ物を与えると、あ、でかっ。え、でかくね。すっかり懐かれてしまい、まあね、優しい人に懐きますから、生き物は。あら、かわいい。そう、これオッチね、二足歩行なんだよね。足が二個しかないんだよ。今ではパーツ探しを手伝ってくれる頼もしい相棒だ。もうオッチンだけでいけるんじゃねえか、それ。え、お、さあ、こうやって多分宇宙船パーツを集めていくのかな。お、お、こっから始まるかな。来た。最後の探索地となる場所へたどり着いたのだった。はい。おい、なに、ロケ、え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 、家やん。なんだここは。え、これ地球じゃない。え、地球に来ちゃったんすか。マジ。あ、出た、ピクミンの巣だ、かわいい。え、おって、待って、オッチ、オッチ、おい、オッチ、なんか見た目が、え、なんか色が違えんだけど。
このエリアはこれまでと何かが違うな。おっちなんか顔ちげえ。あ、ピクミンかわいい。ま、待って、どこに行くんだ。え、ピクミンどっか行かないで。みんな一緒に協力して。え、あ、赤ピクミンこっちみんな帰ってこい。お前ら、え、めっちゃ人間世界現実世界じゃん。すげえ。え、今回って現実世界の戦いなの。すごっ、面白っ。もう面白いわもう面白い。すでにどうんずる。まいったな、ピクミンたちの様子もおかしいようだ。ひとまず彼らを呼び集めながら宇宙船パーツを探すことにしよう。ワンワン。え、なんかオッチンオッチンなんか牛柄なんだけど。ええー、すげえ乗れるの。あ、なんか、あ、これさっき赤ピクミンがいた場所じゃん。確かここに、チュートリアルだ。よし、あれを壊してみよう。ジャンプすると力を貯められるから、X 長押ししたまま狙いをつけて力がいっぱいになったら突進だ。突進ができるんだ。なるほど、じゃあ突進やってみようか。いくよ。これで貯めて突進いけ。おら、おお、赤ピクミンピクミン知ってますよ。ピクミンかわいいね。やはりここに隠れていたか。お、 B 長押しの笛で呼ぶと集まる。なるほど、ピーンってやるんだ。なるほどね。じゃあ、ここでこの狙いを定めてピー、お、ピピー集まれー。あら、くっつくの、かわいい。生えちゃったよ、ピクミンが。ピクミンたち、一体どうしたというのだろう。ここまでの状況を公開日誌にまとめておくか。まあ、日記に書いとくんだね。日記を書く。まあ、書いとこう。ピクミンがどっかに行きました。適当。何かのヒントになるかもしれない。記録に残しておこう。お、かっこいい。え、何これ、日誌？おりま。おかしなピクミン。このエリアに来てから、ピクミンの様子がおかしい。オニオンから飛び出していったきり。オニオンっていうのが、ピクミンの巣だね。さっき長細い足が生えてた。どこかに隠れてしまっている。宇宙船のパーツを集めるには彼らの力が必要だ。見つけたら笛で呼び集めておこう。なるほど、じゃあこうやって赤ピクミン、黄ピクミンとかいろいろなピクミン探してまずは集めていくんだ。さて、宇宙船パーツ探しの続きだ。ピクミンを見つけたら一緒に連れていくとしよう。よし、じゃあピクミン探しますか。今ピクミンが5体いるってことか。ピピー、いるかい。お、これ突進で壊すんだ。いくよ、突進でピピピピピピピ、いけー、どうぞー。お、あ、キーピクミンといた。キーピクミンって何が強いんだっけ。ピピー、おいでー、はい、乗れー。よっしゃー、おピクミンが戻ったぞ。さあ、あと青ピクミンじゃない。あ、ピピピピピピすげー、オリマーの頭が光るんだ。これかわいい。これジャンプはできないのか。あ、待って、ピクミン投げちゃった。ちょっと戻ってこーい。ちょっとどこら辺探してみようか。お、この高台の下もさ、待って、ピクミンなんかいねなんかいるな。ん、これどうやって行くんだろう。あ、ジャンプができるんだね。よしよしよし。あ、で、この扇風機乗ると、はっ、おー、すげー待って、ピクミン落ちてない、大丈夫。あ、オッケーオッケーオッケー。じゃあちょっと進んでみようか。こっちの方になんかいるんじゃない。おー、あ、ピクミンなんか遊んでるあ、なんかピクミン、おい、お前ら、ちょっと集まれー。お、集まった、来た来た来た、キーピクミン来たよ。ちょっとお前ら、あ、来た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 、よし、お前ら集まれ、お前ら集まれ、飛ぶなお、来た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 、お、全員集まったか。ちょ、一回敵とも、これ乗ってみようか。おほー、あ、いた。お前ら何してたんだ。ここ遊ぶとこじゃねえぞ。まだ未知の世界なんだから、ここは。でもなんか知ってる風景だよね。絶対現実世界、地球じゃないこれ。あ、またピクミンいるぞ。お前ら何してんだやっほー、はい、集まれー。よーし、結構集まったぞ。お、おや、これは突進で揺らせそうだ。あ、上にピクミンいる。よっしゃ、突進するぞ。いけー、突進。お、来たお前ら、これから探検するんだから、ついてきなさい。あ、ここにもいるね。あいべべべべ、はい、来なさい。ちょっとそろそろ重いよ。そろそろオッチン重いって言ってる気がするよ。あ、まだいるね。これジャンプできる？ちょっとこれは、あ、ジャンプで登れるんだ。よいしょ。あ、結構難しいね。よいしょ。よし、来た。はい、おいでー。あ、上にも、めっちゃいる。めっちゃキーピクミンいるやん。よし、ここにはもういなそう。一応突進しとくか。ほら、いて。
頭つぶれたわ。お、この先に一体何が。あ、これ突進すんじゃない。行くぞ、突進、いけ敵突進。お、え、これまな板とか置くやつ。え、待って、なんかいない、待って、ピクミン、あ、またピクミン全然いる。おい、お前ら全然ピクミンいるじゃん。はい、ペペ集まれ集まれ、ペペペペペペ、はい、もう集合だよ、朝、朝だよ朝だよ。そして上にいるな、これは。突進いけ、ほら、あ、来た、よし。お、ん、あ、なんか匂い嗅いでる。これで宇宙船パーツの場所がわかる。お、え、よし、この匂いを辿っていくとしよう。え、あ、匂い辿っていくと宇宙船が見えるってこと。すげえ。あ、これでちゃんと宇宙船を見逃さないようにするんだ。宇宙船のパーツどこ。あ、こっちに行くのね。なるほど、じゃあこれで突進して歩いてってこっちの方に。え、なんかいる。え、なにこいつ、気持ち悪い。もうプルプルしてんだかトゲトゲしてんだかわかんねえよ。待て、原生生物だ。どこにもパーツが見当たらないが、まさかあいつが飲み込んでいるのか。え、お前飲み込んだの。お、だがあのトゲが邪魔だな。なるほど、いつでも突進できるように長押しで力をためながらあいつの周りを動き回って隙を伺うとしよう。ほう、あ、じゃあこれピクミンと戦わせるってこと。え、なに、一回ピクミン突進の準備しといて。え、でもさ、あ、これトゲが出て、今だ、いけ、待って待って待って、ちょ待って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 、これトゲが出て、今だ、いけ、ほら、いてー。え、あ、聞いてる聞いてる。あ、待って、ピクミン、ピクミン、一回集合、ピクミン、おい、帰っておいでー。ちょ、まだあなたたち死んでほしくないの。あ、あ、やばい、トゲ入ってきた。よし、突進準備しといて、さあ、突進準備して、もうちょっと、よし、今だ、いけ、ほら、来た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 、結構食らってるよ。よし、よし、お前ら、死ぬな。やばい、ピクミン死なないで、お願いお願いお願い、これ、ちょっと、よしよしよし、よし、突進するぞ。いけ、ドン、お、結構食らってる。お、あと一発だ、これ、待って、あ、どうした。素晴らしい、私のピクミンたち。え。魂出てきたよ、魂ほよほよって。うん、これは宇宙無線じゃないか、ついに見つけたぞ。このパーツさえあれば、助けを呼ぶことができる。え、めっちゃいい、え、クリア。クリアじゃない、これ。無線でもう、あの、すいません、助けてくださいって言ったら、もう帰ってくる、帰ってこれるってことだよね。勝ったわ、これ。すいません、パート1で終わります、これ。パート1で、ピクミン4実況終わるわ。お、こうして、私は宇宙無線を回収すると、あ、回収した。ピピピピピ。お、すぐさま救難信号を発信した。やっぱ地球じゃん、ここ。書き溜めていた、公開日誌を添えて。これ届くかな、世界に。自分、オリマーの世界に。1ヶ月後、経ったね。その信号は、レスキュー隊の元に届き。お、え、私を救助するため、彼らは星へと向かった。え、え、帰っちゃう、え、本当に終わっちゃう。本当に終わるぞ、これ。え、お、帰りまーす。オリマー、帰還。だが、あ、壊れた。おい、救助に訪れた彼らもまた遭難してしまった。おい、何をしとんねん、ポンコツだらけか。いわゆる二重遭難である。何。もはや私の命運は尽きたと思われたが、本部にはまだ一人、新人隊員の君が残っていたのだ。敵と新人隊員です。何ですか。そう、君が最後の希望なのである。いやー、やっぱ任されちゃいますよね。うん、緊急ミッション、はい、何でしょうか。オリマンさん、レスキュー隊を救助せよ。緊急事態発生のため宇宙船から全員脱出する。我々レスキュー隊の捜索を願う。あ、じゃあ新人、敵と新人隊員がこのオリマーたちを助けるべく向かっていくんだ。 ID カードを作成し直ちに出動してください。お、じゃあ ID カードを作ります。作れんの、アバター、マジマジ、アバ、え、待って、アバター作れんのやばくね、嘘でしょ、かわいい、ちょっと待って。え、ちょっと待って、おい、最高かよ。え、どれがいいかな。え、でもこれ、これかわいくない、これ、め、あ、これもかわいいな。ちょ、一回これにしとこう。で、髪型は髪型、あ、いいね。え、センターわけないの、敵との髪型ないの、敵との。もうせっかくだから、
まあ、マッシュかな。テキとねマッシュにしてたことあるんで。顔だ顔これもいいな。どれがかわいやーあのこれ可愛くないよみたいな。ちょっとデキともね目細めだから、この子も可愛いな。だからこれ眠そうなのもいいよね。いやでもこれが一番なんかいい感じかな。え体型嘘でしょ。え顔こんな変わるの。えこれ結構良くない。これかっこいいじゃん。でもやっぱ見た目はやっぱこれが一番可愛くない皆さん。で髪色変えられる。あ金髪可愛い金髪。あでも青いいね。あ青にしようかな。できと青の髪型これ迷うな。でもこれかな。マッシュにしよう今回は。でおもうテキトじゃんこんなの。名前はテキマル。名前そうだな。じゃあテキマルでいっか。テキマルでいきます。決定。さあ来ました。出動準備できましたか。できました隊長。行ってきます。おレスキュー隊員テキマル。出身性カルタ性。私カルタ性出身でございます。これ初めて言いました。テキトはカルタ性出身です。おかわいい。出動行ってきます。わあかっこいい。すげえ。こうして私の命運と消息を絶ったレスキュー隊の捜索は、かっけ、一人の新人隊員に託された。私デキトが行ってまいります。皆さん待っててね。すぐ助けますよ。やば。でもやっぱ地球なのかなこれ。え日本じゃないこれ。これ日本に落ちたかも。ちょ東京観光したいな。おお着いた。おお来た。やっぱさオリマーたちってちっちゃいよね。テキトとかより全然ちっちゃい気がする。あ来た。さあ敵丸です。皆さん覚えてくださいね。青い見た目の敵丸。あ待って、オッチンいねえか。待っておはは。歩き方やべえ。かわいすぎる待って、オッチいねこれ。あ、なんかいる。いいかわいい。ワンワン。ええオッチン。よいしょ、泣きそうなってきた。オッチンかわいすぎ。餌持ってないよ、なんも。お、レスキュー隊救助犬、オッチン。出身は鍵屋製。主人に忠実な新米救助犬、代々隊長の家に仕えている宇宙犬の子孫。宇宙犬なんだお前。初ミッションとしてオリマーの捜索に同行。お前初ミッションなのか。一緒に頑張ろうぜこの写真かわいい。お来た。あこれで合流するとこう写真が写ってくんだ。レスキュー隊の救助犬オッチンと合流した6人の隊員は一体どこにいるのだろう。どこにいるんだろう。さあオッチン一緒に冒険しようぜ。オッチン。おこれはなんか突進とかしてくれんの。おあ待って、もう一人いるじゃん。大丈夫大丈夫ですか。要救助者を発見。助けないと。すいません、これでもこれなら乗り越えれそうじゃね。お前無理なのか。救助活動を始めてください。呼ぶ。おいで。どうすればいいのこれ。お、指示する。指示して。あ、引っ張ってくれる。すげえ。いけるかお前。あ、これできたもん。あ、すげえ。お前、怪力すぎるだ。力強っ。おっちん。お前やるな、おっちん。よし。すごっ。なんと、土砂が取り除かれました。おっちんすげえな。すいません、大丈夫ですか。あら、可愛い顔ですね。こんにちは。めっちゃ匂い嗅いでる。臭いのかな。ペロペロ。お、あらなんか、あれ、オッチン？誰だこの人。でもとりあえず一人救助かなこれは。お、やった！僕の信号、僕の救難信号が届いたんだ。君がオッチンと協力して僕を助けてくれたんですね。カプチ？オッチンが隊長以外の言うことを聞くなんてちょっとびっくりです。お。おっと、申し遅れましたが、僕はコリー、レスキュー隊のオペレーターです。あ、オペレーターなんだ、この人。操作とか、する人かな。レスキュー隊のオペレーター、隊員らの情報伝達が主な担当業務だが、宇宙船の整備などの雑用もこなしている。あ、宇宙船が故障した時とかにこう直してくれたりするんだ。あなた大事ですね。お、オペレーターと合流した。お、もう早速もう二人？やば。レスキュー隊のオペレーター、コリーと合流した。他の隊員は一体どこにいるのだろう。
どこでしょうね。私もわかりません。あれ、土砂で行き止まりだし、お腹は減るし、体力温存のため寝ていたところです。話には聞いていましたが、君は新人隊員のテキマロさんですよね。もへい、改めて救援に来てくれたことを感謝します。君に緊急出動の信号を送ったのは僕なんですよ。僕たちレスキュー隊の状況ですが、もうあのこの星へ降りようとした時、宇宙船が操縦不能になってしまって。どうしてですか。なんでダメな操縦不能になっちゃったんだろう。それが原因不明なんですよ。隊員は6人いたんですが、脱出の時チリチリになってしまって、遭難したオリマンさんを探しに来た僕たちまで遭難しちゃったわけです。いやはや情けない。情けない。情けなくはある。僕たちの宇宙船シェパード号ですが、あっちに不時着してるのは調査済みです。なるほど。じゃあ次は宇宙船を探しに行くのかな。僕一人じゃたどり着けなかったんですが、君も来てくれたことだし、宇宙船に戻れるかも。お、じゃあちょっとこのコリーさんと一緒に探すのかな。道すがら他の隊員にも会えるといいんですけど。なるほど。あ、そうだ、これを渡さないと。お、なんかもらえる。え、敵丸かわいい。敵丸の顔かわいい。な、え、それなんすか。僕知らされてないんですけど、みたいな顔してる。そして後ろのオッチンは目がガンギマリです。これはタブレット、隊員同士で情報共有する際に使います。左手側にある上ボタンでミッションリストを開いてみてください。あ、ミッションとかは見れるんだ。これはありがたいね。お、さあミッション見ます。敵丸。敵丸かわいい。レスキュー隊を救助せよ。今すべきことはこのアプリを使えばいつでも確認できるんです。じゃあ何をすればいいか分かんなくなったらこれを開けばいいんだ。他にも便利なアプリがあるんですけど、落ち着いてからインストールしますね。立ったろ。それから今は上ボタンでミッションリストが開きますが、マイナスを押した後ショートカットの設定から、あ、まあいろいろね、こうショートカットできると。ではシェパード号に向けて出発しましょう。お、じゃあシェパード号向かいますか。行くぞオッチ、行くぞ、レッツゴー、ヤッホー。お、後ろからついてきてる。え、今回なんかめっちゃね、孤独じゃないね。あ、シェパード号かっけー。あれがシェパード号です。目の前にあるのにここからはどうしても行けそうになくて。あ、でもこの辺りの探索中に一つ気になる場所があったんです。もう少し行った先なんですが。こんな喋り方なのかな。知らないけど、ちょイメージで語ってます。じゃあこれちょっとこっちから行けないんだよな多分。ってことはそこは登れませんよ。僕も試しましたから。石を試したんだよ。この星の植物はすごく巨大なんですよね。お、なんかある。あれです。あそこに穴みたいなものがあるんですよ。なんだろう。どうにかあっち側に行ければシェパード号は目の前なんですが。お、ここでオッチンの出番じゃないですか。これちょっと一回オッチン呼びますか。オッチン呼んで指示しよう。お、なんかある？なんか匂い嗅いでるよ。よし、ちょっとオッチン、あっちに飛んでこーい。行け。ダメそう。あ、これ突進させられるんじゃない？行け。うわ、ごめん。今絶対痛かったよね。じゃあちょっと周り探索してみようか。あ、絶対ここ何かあるやん。これちょっとこれ探してみろ。お？土の隙間から何か。これなんか掘れない？お、オッチン。これぞ救助犬。穴掘りはお手の物ですね。お、オッチン掘ってくれ。だいぶ時間かかりそうだぞ。すごいぞオッチン。どんどん土砂が、お、下がってきてる。もうちょっとだ。お、これ何、中に何があるんだろう。お、すげえ、何これ。お、なるほど、こっから通っていくんじゃない。さすが我が隊自慢の救助犬です。おや、これってさっきの穴と同じものじゃないですか。おい、お手柄ですオッチン。お手、オッチンお前偉い。よし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 、オッチン偉い。ひょっとしたらここと穴とあそこの穴は中でつながっているのかも。なんかマリオみたいだね。ペロルペロルペロルみたいな。結構深そうですが、入ってみる価値はありそうですね。ありそう。でも確かに怖いよね。本気ですか。入りましょう、入りましょう。シュルーン、その息です。それでは入りましょうか。よし、入っちゃおうぜオッチン。ちょっと怖いですけど。お、入っちゃおうぜ。敵丸はね、全然怖がりじゃないんで入りましょう。お、いや、お前が先入るんかい。そんな怖がってたのに。あー、始まりの抜け道1階。え、なんかダンジョン洞窟みたいになってんのかな。え、大丈夫。骨折だろそんなの。骨折で死ぬよそれ。
あーなんか暗いとこ来た。おっ、オッチンがなんか喋ってるよ。ヌーポ、おや、オッチン、この反応もしかしてはぐれた隊員がここにいるのかも。え、もういるの？じゃあちょっと助けに行こっか。オッチンどこにいる？ちょっと教えてくれないかい。あ、なんかキノコある。こっちは行き止まりみたいですね。いや、わかりますよ、一応ですよ、もしかしたらいるかもしれないじゃないですか。よし、じゃあちょっとオッチン、オッチンちょっと一旦突進しろ。行くぞオッチン、行けー、ポーすげえ。待って、あ、いる、大丈夫ですか、オッチン。え、なんか隊員、隊員いるよ。あんなところに隊長が。隊長？敵丸さん、あの方が我々レスキュー隊の隊長です。なんか大丈夫、隊長なのか。本当に隊長はですね、代々うち、紹介は後でいいから、はい、早くなんとかしてくれ。シェパードって言うんだ、かっこいい名前確かにこんな危険な状況なのに紹介してる場合じゃないよね。これさ、突進させんじゃない。行け、オッチ行け。おー、倒した、すげえ。やっぱり倒すんだ。え、死んでる。おー、来た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 、これ何、戦え、行け。おー、倒してる、すげえ強い。え、オッチン強、オッチン強い。え、魂が魂抜けてる。え、これで助けたの。オッチンお前強いな。ふう、これで一安心かな。隊長、原生生物はやっつけましたよ。そこから降りられますか。もう降りれるでしょう。お、つかまりっぱなしで腕がしびれてるのだ。ちょっと待て、今から降りる。お、頑張れもういけるよ、もう降りれる。まあ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 、複雑骨折ぐらいかな。お、シェパードさん、てかてか大丈夫か。コリー、お前だよ。アンドル、それはこっちのセーフですよ。無事で何よりですけど。いや、新人研修以来だな。レスキュー隊隊長のシェパードだ。敵丸よ、君がオッチンを操ってあの生き物。オッチンは私の言うことしか聞かないはずなのだが。新人研修が早速役に立ったようだな。あ、やっぱオッチン、お前やっぱ敵丸の言うことは聞くんだね。よしよし、研修中から君はドッグトレーナーとして見込みがあると思ってたんだ。おシェパードさん、代々宇宙レスキュー隊を営む家系の99代目。幼少期に山で遭難、救助犬に助けられた過去を持つ。その影響かレスキュー犬保存会の会員でもある。あー、じゃあいい人だね。お、隊長と合流した。お、結構順調だね。おー、真ん中空いた、すげー。隊長のシェパードと合流しました。隊長がいればなんとかなるかもしれません。なんとかならない気がするな。少し希望が見えてきた気がします。お、ポニャノン、ところで隊長、どうしてここに。地上で怪しげな穴を発見してな、覗き込んでいたら落ちてしまったのだ。出口はないかと暗い洞窟をさまよっていたら、ぬるっとした生き物に遭遇して。ダムル、ちょっと待ってください、それってシパード号の近くにあった穴では。僕たちその穴を目指してこの洞窟に入ってきたんです。そういうことならこんなところに長いは無用だ。みんなでシェパード号に戻るとしよう。はい、コピー。お、行きますか。あ、あれ、敵丸さん、何それって顔してますね。何それ。はい、コピーは了解って意味です。それじゃあ一緒に行ってみましょうか。はい、コピー。はい、コピー。おお、かっこいい。ふふふ、いいぞ、素晴らしい返事だ。これからの任務はレスキュー隊のバイブル、レスキュー心得で覚えていってくれ。隊長、早く行きましょう。また敵来ますよ。お、レスキュー心得っていうのがあるんだね。これは歴代の隊長が残した心得である。先人の知恵と思いが必ずや力となってくれるだろう。なるほど。まあなんか困った時はこれを見ろと。必要に応じてタブレットに共有するので、レスキュー活動に生かしてほしい。オッチンは君に懐いているようだから、君たちをバディとして認めよう。正式にオッチンが相棒になった。救助犬を扱うトレーナーとしての能力見せてもらうぞ。この状況、君ならどうする。敵丸、これはもう突進させるしかないっすよね。いけー、フォー。お、そうだ、突進だ。素晴らしい突進。突進じゃねえや、オッチンオッチンの突進、イエー、行くぜ。お、あ、抜け穴がありそうだよ。ん、この辺り見覚えが。え、これ、あ、
上に繋がってるけどどうやって行くんだ。あそこだ、私はあの穴から落ちたのだ。もうあんなに高いところから落ちてよく無事でしたね。それよりあそこまでどうやって登ればいいんでしょう。確かになんか、あ、オッチンこれ、あ、調べる。おや、光の下に何かありますね。これ調べてみよっか。あ、うわー、うわー、助けてー助けてくれー。お、来た。お、人増えたね。ピクミンまだ一匹もいねえぞ敵丸よ、初めて目にするものを触るときはもっと慎重にだな。確かにね、あれ触って爆発するかもしれないからね。まあまあ、おかげで脱出できましたよ。お、お、旗だ、すげえ。秘密基地？何これ。隊長、レスキューフラッグを立てました。洞窟内の救助活動を報告します。遭難中の要救助者1名を救助、他に遭難者はいませんでした。待ってちょ。分かった、この洞窟は調査完了とする。なるほど、今回の件で人を助ける厳しさや難しさを君たちも肌で感じることができたと思う。了解。敵丸、オッチン、初めての救助活動ながらよくやった。ありがとうございます。1000万円ください。救助されたのは隊長なんですけどね。ハブスパ。ところでコリー、しばらく見ない間に大きくなったか。そうなの、うん、むしろ逆ですよ、遭難してから何も食べてないんですから。パス。それもそうだな、確かにちょっとお腹空いてきたよ。さあ、我らがシェパード号は目の前だ。さあ、シェパード号行きましょう。敵と可愛い敵丸可愛すぎる。でかっ、シェパード号かっけー。しかも青じゃん、敵とカラーじゃんか。お、来た歩き方かわよ。シェパード号から煙が。リッチデコ、至急船内の様子を見てきます。だ、大丈夫かな。いやー、これ大丈夫、爆発って死ぬなよ死なないでね。お、見てきた。ほう、状況を報告します。船内を探索したところエンジンがオーバーヒートしていて、宇宙船は爆発寸前のところでした。国長、なんだと、大丈夫なのか。停止ね。はい、緊急停止したのでもう大丈夫です。エンジンの破損もありません。ただこのトラブルのせいで船のエネルギータンクが空っぽでして。なんてことだ、折り回しを捜索するどころかこの星を出ることもできないではないか。お？もへい。いや、ちょっと待ってください、キャプテンオリマーの航海日誌に何かヒントが。お？あったあった、これを見てもらっていいですか。なんだろう、オリマーの日誌、ここで役に立つのかな。お、お宝。この星で見かけるキラキラした物体を調べてみたところ、キラキラエネルギーが含まれていることが分かった。お宝発見と喜びたいところだが、今私が求めるものはこれじゃない。なくしたドルフィン号のパーツなのだ。ほう。じゃ、キラキラしたものを見つけて、で、そのキラキラエネルギーを使うってことかな。あれ？つまり西から言えることは、ん？この星のキラキラしたものからキラキラエネルギーを取り出せるってことです。それでシェパード号を再起動できればまさにお宝と言えますよ。あ、やっぱそのキラキラエネルギーを使ってシェパード号を動かすんだ。信じがたい話だが、今の我々にはそれを信じて突き進むしかないな。テコテコ。よし、早速キラキラしたものを探そう。新たなミッションだ。お、はい、コピー了解。ミッション、エネルギーを確保せよ。どうやらキラキラしたものからエネルギーが得られるらしい。探し出してシェパード号を再起動するのだ。お、じゃあ頑張って再起動しましょう。ではお宝を回収するにあたって、お、ビーグル号を使いましょう。なんだろう、ビーグル号って。ビーグル号を呼ぶのにどこかいい場所は、まあここら辺広場だからいいんじゃない。ん、あれはなんだろう。ん、なんかあるみたい。お、なにこれこんな、え、キラキラエネルギーじゃないこれ。あ、光った。なにこれ。ヘリ。これ目印になりそうですよ。何かはよくわかりませんが、ワタコさん、拠点としてちょうどいいじゃないか。ここを使うとしよう。おお、ビーグル号、これか。これなんだろう。テーモン、ビーグル号配置完了しました。ほーす、よし、これで準備が整ったな。ほーれ。さあ、お宝を探そう。お、じゃあお宝探しますか。お、もう動ける。さあ行きますよ。そろそろキラキラしてるものあるよ、ここにキラキラしたものもすでにあるよ。
周囲を見渡して探すと、え、待って、ニンテンドーゲームボーイアドバンスじゃん。これ今の子知らないよね。これデキトがちっちゃい小学生幼稚園ぐらいの時にあったゲーム機。きっとお宝だ。あのキラキラ間違いない。マジかよ。確か高いエネルギー反応があればタブレットで確認できたはず。お、敵丸さん、プラスボタンでレーダーマップを開いてください。お、じゃあプラスで開いてみますか。お、あ、本当にキラキラマークついてる。キラキラエネルギーを確認。中央の星がお宝です。これからは近くにお宝があればレーダーマップで確認できますよ。なるほど、これはもう行くしかないね。さあ、あれをゲットするぞ。やったな、これは幸先がいいぞ。あ、でもどうやって運べばいいのだ。確かに、これどうやって運べばいいんだろう。これオッチン、あ、これ突進させるってこと。オッチン行くぞ。行け、オッチン。電光石火。お、危ない。え、おー、危ないよ。え、オッチン、オッチン、オッチン危ない。え、オッチン避けて。オッチン、オッチン、オッチン、マジ避けて。おは、キラーン。ゲームボーイアドバンスだ。ふぅ、危うくぺちゃんこになるところだった。でもゲームボーイアドバンスがあるってことはやっぱここに日本じゃない。さあ、どうやって運びましょう。いや、みんなで運ぼうよ。よし、みんなで運ぼう。お、押してくれる。お、いけるいける。え、ビクともしない。え、なんかピクミンたちが必要なんじゃない。さすがにオッチンだけじゃ運べなそうだ。確かに、どうやってオッチンを呼び戻して他のお宝。あ、え、なんかある。なにこれ。なんですかこれ。なんだこれは。お宝でしょうか。これ何、絶対ピクミンじゃないですか。ちょ、これ抜いてみようぜ。ちょっとオッチン行け。え、なにこれ、気持ち悪い。なにこれ。え。え、これ何ですか。お、オッチン運んでくれてる。行け行け、オッチン頑張れ頑張れ。オッチン、敵とは何もやりません。あ、このビーグル号に運ぶのか。お、え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 、なにこれ。あ、これがピクミンの巣かな。あ、ピクミンの巣だこれ。待って、やばい、ピクミン現れたんじゃないこれ。ポタン、ピクミンだ。う、動いたぞ。お宝じゃないのか。カプチ、なんでしょう、植物のようにも見えますけど。いや、これピクミンだよ。もしかしてこれがキャプテンオリマーの公開日誌に書いてあったテニュークオニオンっていうものでは。なるほど、これはオニオンというのか。それじゃあ、あの目は。ちょっと引っこ抜いてみますか。えい、ポン。お、え、あ、ピクミン、ピクミン、あ、これピクミンじゃなかった、これバナナキャットだった。ピクミン、ピクミン来た。もしかしてこれがピクミン。オリマンさんの公開日誌によると友好的な生き物らしいですが、うん、だとしたらお宝の捜索に協力してもらえるかもしれんな。ピクミン手伝ってくれる。え、敵丸さん、オッチン、ピクミンと仲良くしてくださいね。おー、仲良くしようぜ。ところで隊長、いつまでそうしてるつもりです。おい、ビビってるやん、シェパードさん。船長、よっしゃ、待って、もうこれ知ってるよ。これピクミン、行け。あ、お前が行くんか。来た、これで運んでもらうんだよ確か。はい、あー、運んでくれてありがとう。よし、じゃあ他のとこも行こう。行け、よしよしよし、これ運んでくれ。お、そう、このコインみたいなやつを運ぶとこうピクミンが生まれるんだよな。これでどんどんピクミンを増やしていくんだ。やったー。お、また目が生えたぞ。さっきの赤い実はペレットというもので、オニオンに与えるとピクミンが増やせるようです。なるほど、ペレットを集めるんだ。なんとも不思議な生態だな。じゃあオッチン行け。よし、オッチンに行ってもらって、で抜こう。はい、ピクミン、はい、赤ピクミン、赤ピクミンは火に強い、火に強いけど火は別にないな、この近くに。まだその出番じゃないのかな。何これ、これちょっと抜いておいた方がいいんじゃない。何、あ、これキラキラしてるじゃん、すげえ。これキラキラしてるよね。いけいけ、頑張れ頑張れ。これもキラキラエネルギーになるんじゃない。頑張れ、ちょっと、はい、頑張れ。もっと、みんな、もうみんないけ、みんないけ、オッチンもいけ。お、来た、お、キラキラ、これ、あ、運んでる。いけいけ、これすごいんじゃない。これキラキラエネルギーでしょ絶対。よし、その間にピクミンも抜いて、
お、あらパパロ、これがお宝か。こんな大きいものが回収できるのか。回収時に物体を小さくする光を当てるので問題ありません。そんな光あんの。ハイテクだな。早速ビーグル号で調べてみます。本当にエネルギーを含んでいればいいのですが。お、来た。さあキラキラエネルギーついてますか。お、はーい、お、お、50ポイント、やったぞ。エネルギーを検出したぞ。もへい、こんな感じでエネルギーをあと250ほど集めればシェパード号を再起動できるかもしれません。シェパード号は廃屋専用なんだが大丈夫か。確かにガソリンじゃないんだ。うし、乗り心地は悪くなるかもですが、キラキラエネルギーだけでも動くと思います。ただそのためにはもっと量が必要ですね。どら、じゃあキラキラエネルギーをもっと探すんだ。じゃあやっぱりさっきのゲーム機みたいなの必要なんじゃない。よし、一回集まれみんな。よし、で、あれいけるかな。よし、あれ投げろ。よし、運んでこい。おー、ピクミンめっちゃ増えたよ。ピクミン、みんな運んでこい、これ。よし、ピクミン増やせ。よし、みんな運んでくれ。そしてそろそろゲームボーイアドバンス運べるんじゃない。さあ、種を増えろ。あ、あっちにもあるじゃん。ちょっとあそこのやつも取っちゃいますか。はい、行くよ、ポン。よし、あなた運んでいきなさいよ。運べる？よしよしよし、運んでるね。よーし、その間に、おお、めっちゃこれピクミン増えるんじゃない。はい、ピクミン。よし、これでピクミン全部かな。よし、あとはこれを運ぶだけです。さあ行きましょう。ポン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 。落ちも行け、落ちも行け。よし、おー、すげー、運んでる。これめっちゃさ、キラキラエネルギー高いんじゃない。わっせわっせわっせ、 お前らも運べ。お前らも持てよこれ。船長、隊長、隊長頑張ってくださいよ。よし、キラキラエネルギーなるかなこれ。お、お、お、200ポイントになった。結構増えたね。え、でもまだキラキラあるんだ。2つ目のお宝回収しました。さあ、あと他にもあるかこれ。この調子でどんどん運びましょう。これいける、これ突進でいけたりするかな。よし、オッチン突撃だ。あー、ダメだ。じゃあここじゃないんだな。よーし、おいでみんな。キラキラあとどっかにあるかな。あ、あった、あれじゃない。すげえキラキラしてる、かっこいい。これなんだろう。キラキラというよりピカピカしてますね。これ自転車のベルじゃない。いけー、みんな運んでこーい。いけ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 、みんな運べ。もう大勢で運べ、大勢で。うわー、すげえ、めっちゃキラキラしてる。おい、頑張れー。これでさ、300ポイントになるんじゃない。いけ。お、来たか。さあ、これで何ポイントだろう。お、やった。ん、これ敵マルとオッチン、素晴らしいコンビネーションだ。あんたら何もしてないですよ。アイコピー見える。その調子です。敵マルさん、アイコピーの使い方少し間違ってますけど。あ、すいません、確かに了解だもんね。ハムン、ピクミンとやらも従順で救助犬のような働きをするようだな。これは我々の惑星にピクミン持って帰った方がいいんじゃないですか。あとはお宝からエネルギーを抽出するだけですね。ゲット、頼んだぞコリー。お、コリー頼みますよ、直しちゃってください。お、夜になった。いい、でピクミンって夜になるとヤバいんじゃなかったっけ。お宝からエネルギーを抽出してシェパード号に流し込んでみます。お、流し込め、いけ。キラキラキラ、ういそれごと。あ、エネルギーに変換するのか。大丈夫それ。よし、入れろ入れろ。さあ、これで再起動できるのか。さあ、お、キラキラしてる。お、いける。お、あ、光ってる。お、動きそう。どこ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 、いけるかな。うえー、すげえ。動いたんじゃないこれ。ミッキーみたいな声になっちゃった。シェパード号が動き出した。お宝から抽出したキラキラエネルギーのおかげでなんとかシェパード号を再起動できました。やった、なんか心なしかちょっとキラキラしてる。やった、動いたぞ。飛び立つにはまだエネルギーが足りませんが、レーダーによる隊員の捜索はできそうです。お、じゃあ俺だ。よし、コリー早速みんなを探してくれ。お、これでレーダーで探せるんだ、すげー。いけ、オリマンさんたち、どこ行ったんですか。お、
あ、救難信号がいくつかあります。おそらくはぐれた隊員たちとキャプテンオリマーのものだと思われます。あ、隊長とキャプテンオリマーって違うのかな。オリマーが一番偉いのかも。一刻も早くみんなを救助してやらねばな。よっしゃ、助けに行こうぜみんなを。お、救助した人、コリーとシェパード。やったー。キラキ、集めたキラキラエネルギー、姫の矛、進歩の原石、オーバーアラート。すげえ。本当は自転車のチリンチリンとか、あとはただのフォークなのに姫の矛とか、すごいね。あれ、勝手に名前が付けられていますね。こんなこともあろうかとビーグル号の AI に何でも命名してくれる機能をつけておいたんだ。すげえ。有名な鑑定家が監修しているらしいぞ。どうだ、すごいだろ。すげえ、 AI を使ってるんだ。隊長って新しいもの好きなんだよな。いいじゃんね、できても新しいの好きですよ。お、シェパード号から煙が出ていた時はどうなることかと思っていたが、なんとか復旧できてよかったです。ひげに今頃もう遅いか。野宿はもうコリゴリですよ。久々にまともな食事ができました。あ、ご飯食べれたんだ、よかった。食料の備蓄は豊富にあるが、コーリー少し食べ過ぎじゃないか。それ以上大きくなったら顔がヘルメットに収まらなくなってしまうぞ。もう結構限界来てますよね、多分。そんなわけないでしょ。待ってちょ、テキマルとオッチンも明日からの捜索に備えてしっかり食べておいてくれ。はい、めちゃくちゃ食べます。それから寝る前にミッションリストを見返しておくように。お、ミッションリスト見ときますか。エネルギーを確保しろ。あ、明日は1500、今300、今日は300見つけたけど残り1200取らなきゃいけないんだ。そしてレスキュー隊を1人救助するって感じかな。お、探索2日目来たー。チャンネル登録よろしく。てなところで今回ピクミン4のパート1ここまでにしたいと思います。皆さん無事1日目を、過ごすことができました。しかも2人も隊員見つけて赤ピクミンを発見しましたね。そして次回またキラキラエネルギーを集めてまた3人目のね隊員を救助したり、新しいピクミンも見つかってくるんじゃないでしょうか。というところで今回ねパート1ここまでにしますので、ぜひ続きが気になる方はグッドボタン、そしてチャンネル登録押しておいてください。皆さん押してくれましたか。 ありがとうございます。というわけでピクミン4パート2に続きます。バイバーイ。